どうも、なんとか塾校です。よろしくお願いします。お願いします。本日の動画なんですが、こちらの機械、はい、ようやく台完成いたしまして、で、今までの動画で出ていないんですけど、ここの切り子受けのトレー、外注さんで作っていただきましたので、そちらの製作風景をちょっと一旦見ていただければと思います。どうぞ。切り子受けの製作を忙しい中引き受けてくれましたのは、現役で現場の加工を行う社長。レーザー加工機での 1.6 ミリの板の切り出し。レーザー加工機いいですね、欲しいです。プラズマ CNC でもいいですけど、プログラムでの切り出しは素敵です。早いし仕上がりも手切りとは比べ物にならんです。ズレ止めのジョイント、ズレ止め。現役バリバリなので手慣れた様子で淡々と必要な機械に移動、段取りもサクサク変更して工程を進めていきます。レーザーマシンを移動しまして、トレーの幅に合わせた金型をセット。板金加工は進みが早いですね。切削加工とは時間間隔が随分違います。溶接は別の人にバトンタッチいたしまして、ここでもサクサクと加工が進みます。トータルの加工時間は3、40分だったでしょうか。切り子受けを台に取り付けるのはナッターでいこうと思います。アマゾンで工具とナット買っておきました。対応サイズは並目の M3 から M12 まであります。セットして絞るだけ。4人がかりで台に乗せます。重量的には4人で十分上がるんですけど、バランスを取るのが少し難しかったです。こちら確実に回ってない。さっきはしっくり基礎だけするんだよ。はい、というわけで、はい、僕たちには結構馴染みのある板金屋さんにやってもらったと。はい、仲がいいからやっていただいているという感じで、個人依頼的なものは受け付けてないので、うん、会社名とかは公表できないんですが、まあちょっとやっていただいたと。ではではですね、ちょっとスペック等々を紹介していきたいなと、やっていきたいと思います。こちら私買いました、CNC フライスなんですが、 CNC フライスのこの名前が PSF550CNC バージョン2となっております。バージョン 2?2、あんまり詳しくは分かんないんですが、2となったポイントの一番大きなポイントは、多分ここの Z 軸のボールネジ、コラムの中から外側に移動してるんですね。でボールネジがコラムの中にあると、ここら辺にあると思うんですよ。バージョン1の方だとボールネジの駆動と重たいヘッドに距離があったということによって、駆動負荷がかかりやすかったと思われます。で、まあ、ちょっと近い位置に移動していると。なるほど。でこの近い位置に移動させるために、この見てください、極厚の鉄の板、
これ40か50ぐらいあります？あのだからめちゃくちゃコストかかるわけですよ。あー確かに。わざわざこんな板を削り出して穴開けして、でこんなところに移動させる、ここにねブロック、ここにもブロック作ってますよね。はいはい、はい、めちゃくちゃコストかかってます。コストかけてでもここに移動させたかった設計者の熱意がここにね込められているように僕は感じます。こちらの CNC、 私オプションも一緒に購入しております。こちらパルスハンドル、パルスハンドルはいるでしょう。いりますね。これがないと、作業性が悪いと。じゃあこれがなかったらどうするのかって言ったら、例えばの話パソコンのマウスを持って X のボタンをポチ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 とか押したり、 MDIX50 とかで入力してトンってやってブリンって動かすみたいなぐらいしか方法がないですけど、これだと微調整がやりやすいということで、パルスハンドル必須やろうと。マシニングには絶対ついてますよね。ついてますね。ついてるんで、ここは高かろうが行くべきやということで行きました。買いましたと。パルスハンドルがオプション28,400円となっております。ほうほうほう。このパルスハンドルを買ってもつけれないんですよ。このパルスハンドルをつけるためには、このこちらのオプション、これがいります。こちらは専用 PC オプション、Linux CNC 組み込み済みの小さいですけどパソコンです。ここに、ここからモニターをつなぐためのケーブルを挿したり、マウスをつなぐためのケーブルを挿したり、キーボードをつなぐための、ケーブルを挿したりっていう、まあまあまあちっちゃいけどパソコン。なるほど。でここに Linux CNC というソフトが入っておりまして、こちらのソフトを使ってこいつを制御していくという感じになっております。こちらの専用 PC が 33,800円となっております。で分かりづらいんですけど、倍速化オプションというのを入れております。ノーマルスペックだと主軸回転数が100から 1750rpm なんですが、まあ、倍速化、減速比を変えてるんだと思いますけど、プーリーの減速比を変えて、倍、200回転から3500回転の回転数で使える倍速化オプションを入れておるという感じになっております。でこいつのヘッドは、ヘッドというか主軸の減速はタイミングベルトで行われております。本来はギア、駆動音が静か、ギア主軸のこういう卓上機は結構うるさいんですよ。まあ、僕の先輩もガラガラ言いますもんね。そうですね。に対してこれすごい静かです。これって日本で生産しているマシンではなくて、汎用卓上機として、まあ、中国製のベースマシンを改良して調整して、まあ、こういう感じにしてるんですけど、ベースマシンって X3 とかってよく言われるのがベースマシンなんですよ。で X3、X2、X1 っていうのがあって、はい、まあ、それごとにちょっとサイズが変わってくる。 X3 は一番大きいサイズで、2っていうのは中頃、1っていうのが一番小さいやつみたいな感じでありますよ。でこの最大サイズの X3 をベースに、千番市場さんが調整とカスタムを行って CNC 化されてると。なるほど。でその X3 は普通主軸がギアで、千番市場さんの汎用機は、こういう風にタイミングベルト仕様にして静かなモデルの汎用機もあるし、ギア主軸でコストを抑えたやつもある。でこの CNC はもうタイミングベルト化されてると。CNC、この機械を買えばついてくる制御基板、はい、テーブルサイズなんですが、テーブルのサイズ自体は 550×160、 気になるストロークなんですが、 X 軸が 410mm で、 Y 軸が 145mm で、 Z 軸のストロークが 350mm と。で、まあ、ちょっと X410、Z350 となったら、Y 軸が 145mm、ちょっと物足りひんかなというところはありますが、うんうんうん、まあ倍は使えますよね。だいたいトンボして、はいはい、なんで僕らの感覚で言えば 290mm ぐらいは実用範囲かなっていう、原点が取れれば、取れればっていう感じですかね。なるほど。まあ、工夫で、ストローク以上のものも使えると。マシニングの感覚にはないクイル機能がついてます。これでロックを外して、ここでね、主軸のクイル、ボール板的な、ボール板的なやつも使えます。ヘッドがこれ傾きます。こういう感じで、こっち側には90度、こっち側には30度まで、はい、主軸テーパーなんですが、MT3、 こういう卓上機ではなぜか MT 系の主軸テーパーが使われるっていうのが一般的ということで、うん、の主軸となっております。というわけでですね、細かいことを言えばですね、まだいろいろあるんですが、とりあえず電源を入れていきたいなと思います。はい、というわけで、コンセントの都合で一時的にこちらに持ってまいりました。電源入れていきたいと思います。パソコンの電源を入れていきましょうか。パソコンのスイッチ、基板のスイッチ、はい、非常停止ロック。おお、この音、マシニングっぽい、マシニングっぽい音する、マシニングっぽい音がする。機械側の電源ですね、はい、非常停止ボタンを解除しつつ、はいはい、
CNC オンを押すと、この CNC ソフトと機械が接続されたような状態と、パルスハンドルで操作する。今 X 軸に合っています。 X 軸に合ってます。はい。でこの X 軸に合わせた状態でハンドルを動かすと、おおおおお、なんかおもろ音しますね。あ、ちょっとタイムラグがある、ね、早く回すとなんかしばらく回ってるっていう感じですね。で、Y 軸に切り替えると Y 軸が動く。まあこんな感じと、はい、パルスハンドルで。あ、Z も動かしてください。あ、へー、ちょっとあの1000、いやこれ100か、かけ100でやると、例えば早めに回すとするじゃないですか、はい、そしたらちょっと残るんですよね、動きが。一メモリとかだけ動かすと全然、メモリ分動くまでって感じじゃないですかね。あ、でこのこのここまでの速さで動いてないんですよ多分、うん、マックスが。なんでこう時間のズレが、タイムラグが出ると、なるほど、だからここら辺はちょっと気をつけなきゃですね。くる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 って調子を回しとったらすごーって、あ、どこまで行くねってなると思うんで、まあこんな感じと。なるほど。動きはね、軽快ですよね、全体的に。そうですね。主軸を回転させていきたいと思います。こちらの Linux CNC の手動操作、ここにありますよね。その横に MDI っていうタブがあります。この MDI のタブに切り替えます。ここに入力できるようになってます。おお。 S500 の M3 となっております。で、そこで、もう5、エンターキーを押すと回り出します。おお、MDI で、MDI のタブの状態だと、あ、MDI の状態でもパルスハンドル、あ、動くんですね。動きますね。あの、マシニングやったら動かんですよね。動かんですね。MDI のタブにしとったらマシニングだと動かないです。軽快に回ってますね。ベルトやからガラガラ言いませんね。言わないですよね。回転数今500ってなってるんですが、実際には1000回転近いです。これは、あ、そうか、倍速オプションの。倍速オプションか。はい。じゃあこっちのこれが間違ってですね。そうなんですよ。これかける2ってことですね。そうなんです、そうなんです。倍速オプションが入っていることによって、まあ、実際の倍の回転数、ここに出てる回転数に対して倍の回転数で実際は回ってると。あ、結構それ危ないですね。 MDI で500って入れちゃったら1000で回ってるんですよね。そうなんです。で、プログラムでも1000回転って入れてると2000回転で加工してることになるので、ここ結構ちょっと気をつけないといけないポイントなので、うん、多分 Linux CNC の設定の方で、プログラムの方の回転数の補正は効くはずなんですよね、うんうんうん、あの設定でいじれるはず、そう信じてるきっといじれると思います。ただこっちは多分いじれないです。はいはいはい。回転を M5 で止めましたと。とりあえず今手動で操作したのと、MDI で主軸の回転をやってみたという感じになります。うんうん、これ実際使うとしたらどんな感じでプログラム入れるんですか？フュージョンのキャムを使おうと思ってます。このパソコンはローカルのパソコンなんで、はいはい、あのネットワークつながってないパソコンなんで、フュージョン自体の操作は別のパソコンで行います。なるほど。別のパソコンでフュージョンを操作して、キャムでプログラムを出力して、そのプログラムをこのパソコンに入れて Linux CNC で読み込んで、G コードで加工すると。なるほど。いう感じですね。軽く加工してる動画でエンディングとしたいと思います。あの丸を削るぐらいは。ミーリングチャックがないんで、あ、ドリルチャックで細いエンドミルでもつけて、まあ、くるっと丸を描くぐらいやってみようかなと思います。というわけで、面白かった、ためになったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。